お前たち、運長、運長はどうした？父は医者にすまぬと。おお、運長。でね、今はお聞きよ、張飛軍の長達ら離反、張飛殿を手にかけ御に下りました。なんと、よきとくまで。これらはすべて孫悟の策によるものでしょう。もはや将校殿、すまない。そなたに辛い思いをさせてしまう。だが私はやらねばならない。孫悟、葬儀を打ち陣の世を築く、それが我が兄弟たちへの手向けだ。かつて三人の男が桃園にて義兄弟の契りを交わした。生まれた時は違えど同じ時に死せん。しかし今繁盛に関羽が倒れ、張飛も部下の造反で命を落とした。一人残された劉備、その悲しみは深く怒りは。信じる者のため、張飛竜、いざ参る。私にも実戦の経験はある。張飛、なぜ私を止めようとする。危なっかしいんだ。お前を見てるとなんだかな。もう子供ではない、子供ではいられない。張飛、眼光は戦場で十分やっていける。父君の仇を討ちたいという思いもお前と同じだ。だがこの状況でいつまでも立ち合いをしているお前たちはまだまだ未熟ということだ。行くぞ、観光、張飛、仇を討つために。この命と引き換えにしても。
艦港は南へと船を進めて。
返しを。お見事です。
情は持たぬか。寄せ付けない。お見事です。そろそろ気づいても良さそうだが、
すでに私の術中にあることを。敵が待ち構えていたか。それでは助けを。超死流。感じです。みんな、すまない。兄弟を失い、みんなを傷つけ、私は。劉備殿、早く劉備殿を安全なところへお連れしろ。諸君は劉備様は、劉備様は大丈夫じゃろうか。これを劉備様に食わしてやってけれ。諸葛亮、あとを頼む。諸君の皆を、私たちの陣の志を。将校だな。辛い思いをさせてすまなかった。玄徳様、私幸せだった。おお、雲長、よくとくどこへ行っていたのだ。いや、玄徳様、行かないで。ああ、誓ったではないか。私たちはいつまでも